願いします。モーリーです。お願いします。お願いします。シュートです。お願いします。回しながら戦勝回復高い刃物、はい、これはもうびっくりすぎてもう嘘だと思ったんですけど、まさか本当に嘘だったとは思わなくて嘘じゃない、びっくりしました。嘘じゃないですよ。本当なんだよ、ね、なんでね、はいはい、そうなんで俺があしらわれてるのか。まさかその僕がいつも見てる CM にまさかねこのなんか出れると思わなくて、嘘、まだ嘘だった。嘘じゃないって僕たちがこう CM で出れるっていうのがなんか今でも信じれない、なんだろう、うんうん、それぐらい驚いてるというか、すごいいつも見てた CM なので、うん、すごく嬉しさと驚きでなんかいっぱいですね。でこの話が来た時は2人一緒に聞いたんですか、うん、一緒に聞きました、はい、一緒に聞いた。どんなリアクションでした。あ、でもどこで聞いたっけ。なんか駅、駅、あー駅か、駅でなんかマネージャーさんと歩いてる時に、はい、そういえばみたいな、あ、そう、そこでだえってなったよね、うん、え、このタイミングでみたいなそんな急に歩いてて言われたんですか。そうです、そうです、うん、え、なんて言われたんですか。なんかその三太郎の CM で僕たちの曲歌うことになったよみたいな。要はその三太郎の CM があってそれ決まったよっていう、うんうん、俺言ったね。で聞こえました。でうえーってなってなってね、うえーって、うえ、どうなって、えーって言ったっけ俺、うわーって、なんて言ったっけ、なんて言ったっけ、そこはいいんだけど、まあ、驚いた、ね、なんかそんな感じのですね、リアクションどんな感じか忘れちゃったんですけど、あ、そうなんです、おーみたいな感じでやってたんです。イエーとかより歌ってて楽しい歌ですね、うん、なんかそれこそこのなんだろう、爽快感というか、うん、僕たちに合ってるなっていう、はい、と思いました。曲とか歌詞がすごく可愛くて、うん、なんか2人のこの仲の良さだったりとか、うん、まあなんかこう今のこの時期こう、まあ、つながるって歌詞がいっぱい入ってて、うんうん、いいよいいよ兄弟なんで、こうも繋がってるじゃないですか、うん、そうだね、やっぱずっともっともっと繋がって、大抵、まあ一生一生繋がってるもんなんで、うん、とか、まああと鬼退治ですかね。僕もまだ鬼に会ったことないんで、その鬼退治に行ってみたい。それ気に入ったな、フレーズ。映像にも出たいですね。あとどこか空いてる役あるんですかね。新キャラみたいなの出します。なんか桃姫ちゃんみたいな出てたんで、なんか兄弟みたいなね、姫みたいな、森姫みたいな、あのちょっと乙女になりたいですね。あ、乙女役が、乙女役でやりたいですね。シュートさんは何かありますか。亀とか。亀、亀、浦島太郎のああ。僕が鼻歌歌った時に同じタイミングで同じ鼻歌歌ったりとか、なんかもう繋がってます。そのこっちが何かやろうとしたらこっちもなんかポーンみたいな反応するみたいな、もう常に繋がってBluetoothみたいな感じですね。だからあ、そうですね、2人方がね、あ、ブルーだし、ブルーでトゥース、2人トゥース、今日色もトゥー、ブルーでトゥートゥース波長合う時多いね、うん、え、普段からそんな感じなんですか。そうですね、そうです、ずっとこんな感じです。その通りで、本当無駄な話しかしてなくて、僕らは、うん、普段意味のない会話しかない。そう、意味のない会話なんですけど、多分それがいいのかなっていう。え、例えばどんな話ですか。え、だからなんか、いや、なんか昨日道にガム落ちたねとかなんか、なんすかね、なんか壁になんかこう黒いシミがあってこう触ったら消えたとか、あんな簡単に消えんだみたいな、あのシミみたいな、だって消えなかったりするやつが手でこそ消えたとか、そんぐらい、ほんとしょうもないですよ。ほんとに意味ないんですよ今やってるこの活動とかを中心に、なんかもっともっと皆さんに僕たちの魅力とかが広まればいいかなと思って、なんか歌とか、まあ、ダンスとかこの兄弟の感じとかをずっと続けていって、みんなが見てくれたら嬉しいなと思います。歌は好きなんで、うん、まあ、こう2人で歌もこうって好きで歌ってるんですけど、まあ、グループの方もやっぱやってるんで、そこでもなんかこう歌で、うん、また違ったね、いろんな、なんか個人で YouTube やったり、うん、TikTok やったり、うん、グループやったり、多分いろんなことしてるんで、全部こうずっと続けていきたいですね、もっと、うん、でも2人とも今こう人気がボッて出ちゃって、
こう実感してますか？そうですね、ぼって効果は別にいいの気にしなくてすいませんこう、ふわっそう、ひむつね、こうね、ぼって、うん、どう、実感はある？あり、いやいや、わかんないです、でも全然、僕は、うん、やっぱ、街中でアモーリーだってやることは多いですけど、でもなんか、わかんないです、あんまりアホの人だって言われるんで、よくボッって感じ、ボソッって、アホの人だって言われるんで。え、でもそれはいいんですか？それで嫌じゃないですか？いや、でも全然いいです、別になんかアホの人、うん、なんかアホって可愛いじゃないですか、うん、アホ、なんかアホ最近お兄さんのアホエピソードありますか？アホエピソードなんだろうな、なんかあったっけ。あ、さっきアホゲームを直してあげたそっちのアホねなんだろう、でも本当に毎日くだらないことしすぎて、うん、なんか印象に逆にないぐらいずっとなんか毎日こんな感じなので、うん、そうですね、なんか毎日って感じです